こんにちは、八十四点一メガヘルツ、FM サルース、FDK プレゼンツ。備えるラジオ。番組パーソナリティの木村千代子です。この番組は、日常生活の中で、普段から気軽に取り組める災害などへの備えについて。片肘張らずに語っていこうという番組です。先ほど十一時にですね。関東甲信地方が梅雨入りしたと見られると。気象庁から発表がありました。 ね、いよいよ関東甲信地方も梅雨に入りましたね平年より7日遅く昨年より3日遅い梅雨入りですまたここ10年で一番遅い梅雨入りとなりました、ね、でそしてですね今年の関東甲信地方の梅雨入り似たような天気傾向だった東海地方が梅雨入りした5月16日からおよそ1ヶ月後の発表となりましたよね 東海地方が梅雨入り後関東甲信地方が梅雨入りするまでの日数っていうのは1951年の統計開始以来最も差が大きくなりました、ねえー、29日の差があったということなんですで今週の、ね、この後のお天気は番組後半の天気予報でお伝えしていきます この番組は毎回テーマを設けてそのテーマに合わせていろんな話をしていきます。さて、備えるラジオは FM サルースの YouTube ライブでも同時生配信中です。FM サルースのホームページトップ画面のところに表示もされていますので、ぜひそちらもアクセスしてください。また、FM サルースはスマホアプリの FM プラプラでも聞けます。この番組ももちろん生配信中です。ぜひアプリもインストールしてくださいね。 さらに JCBA サイマルラジオでも FM サルースをお聞きいただけるようになっていますインターネット経由でもぜひお聞きくださいメッセージの宛先は msg.fm-salus.jp でお待ちしていますこの番組は富士通電池でおなじみ FDK の提供でお送りします さて本日は河川氾濫への備えをテーマにお届けしていきたいと思いますで昨日鹿児島県の徳之島では梅雨前線の影響で50年に一度の記録的な大雨となって3時間雨量は149.5ミリに達し6月1位の値を更新しました 今回のようなね記録的な雨の場合用水路とか川っていうのも見る間に増水していきます今日はこの河川氾濫についてお話をしていきたいと思いますまずこのね河川氾濫とはということで、えー、大雨とかによってこの河川の水位が上昇することをこの河川洪水って言うんですよねで、さらに水位が上昇し堤防から水が溢れたり堤防が決壊して起こる現象っていうのを 河川氾濫、外水氾濫とも言いますね、と言います。であのその場に降った大雨がはけきれずに地表に溢れて。 る状況っていうのが内水氾濫といいまして、まあ、先日の放送でもあのお伝えしましたがこの内水氾濫とは異なりまして大量の水が速い速度で一気に市街地に流れ込んで河川の近くではもうわずかな時間で住宅とか、ね、あの浸水やあとまあ倒壊もしますし人的被害が起こるという特徴もあります。 一度発生すると広域に被害が及んで、数週々間にわたって水が引かないということもあります。また流域内の積雪が大量に溶けて河川の水位が上昇することによって引き起こされる洪水っていうのもありまして、これは融雪洪水と言います。この融雪洪水っていうのは4月から5月頃、大雨や気温の急上昇などの影響によって発生することが多いです。で、そして。 やっぱり河川氾濫による浸水の危険があるかっていうのは、まあ、ハザードマップで事前に確認をしてくださいねで大きな河川の近くに住む方にとって重要なのが河川から水があふれて起きる河川氾濫への備えですよね。 で河川から溢れた時に危険な場所なのかは各自治体から河川氾濫のハザードマップが公開されていますので河川氾濫が起きた時ににどのくらい浸水する可能性がある場所なのかというのを事前にぜひ調べておいてください。 でハザードマップは短時間の豪雨による内水氾濫を想定したこの内水ハザードマップというのともう1つ河川からの氾濫を想定した洪水ハザードマップの,この2種類がま公開されている場合もありますので、まあ、どちらに当てはまるかというのもハザードマップを見てぜひ確認していきましょう。 やはりねこの河川洪水氾濫の予兆っていうのはもう大雨や長雨になります。で住んでいる地域で雨が長く続いている時や強い雨の時間が長い時っていうのはもう特に注意が必要となります。 で住んでいる地域でこう雨がね降っていなくても近隣の川の上流で大雨になっているとまあやがてその水がバーッと流れてきて洪水氾濫の危険が高くなります。こう長く続く大雨にはぜひ注意をしてください。でじゃあもうどんな情報をまあ参考にしたらいいのかというところでやっぱり雨が降り出したら気象情報をまずチェックしてください。でそして早めに避難に。 備えてください。で、雨の状況に応じて段階的に注意報や警報などがやっぱ発表されていきます。で、あの河川のね、洪水氾濫が起きる可能性が高い時に発表されるっていう情報は、洪水注意報や洪水警報っていうのがありまして、で、あらかじめ指定された大きな河川を対象に気象庁と国交省、あもしくはあの都道府県が 共同で指定河川洪水予報っていう川の洪水の予報を出していますの川の規模によってまあ交渉とするのか都道府県と出すのかっていうのはまあ決まっていますで雨が降り続いているときは指定河川洪水予報もぜひ参考にしてくださいで洪水注意報や洪水警報はおおむね市町村単位の区域ごとにその区域のどこかで洪水が 発生する恐れがあるかっていうのを示したものになりますで、特定の河川に限定した情報ではないということを覚えておいてくださいで、この指定河川洪水予報っていうのは、えー、種類がね、4つありますで、氾濫注意情報氾濫警戒情報氾濫危険情報氾濫発生情報の4種類です で河川名をつけて丸々川氾濫注意情報を丸々川氾濫警戒情報というようにまあ発表はされますね。でこの氾濫注意情報っていうのは洪水注意報にまあ相当してましてで避難行動をあわ表すこの警戒レベルですね警戒レベルは2に相当します。 で、反乱警戒情報になると、警戒レベル3の高齢者等避難に相当します。で、反乱危険情報は警戒レベル4のもう避難指示です。で、反乱発生情報になると、これはもう警戒レベル5の緊急安全確保になります。で、この避難の情報っていうのも、先日の放送でもお話ししました。けれども、この警戒レベルに合わせて。 この氾濫の情報っていうのもステップがありますので、ぜひ覚えておいてください。で、この氾濫警戒情報で氾濫危険情報、氾濫発生情報っていうのは、これはあの洪水情報警報のあので仕分けると、この3つは洪水警報に相当するということです。 ね、このまあ洪水警報と大雨警報って同時に発令されることがよくありますのであの混同しがちにはなりますがあの全く別の警報になりますのでそれもぜひ覚えておいてください。で洪水警報は河川の洪水氾濫による災害の警報に対するものです。 で大雨警報は内水水氾濫ににによるる浸水災災害害や土砂災害に対すす警報になりますで洪水警報は雨量のほかに河川上流域で降った雨が対象となる区域にあとは河川にどれぐらいこう流れ込んでくるかそしてどんな影響を与えるかっていうのを数値化した領域雨量指数っていうのもありましてそういった領域雨量指数なども基準となっています。 なので、まあ、川にどれぐらいの水が流れ込んでくるかというところもちゃんと指標に入っている情報になりますで大きな河川では大雨警報が解除されても上流で降った大雨の影響で洪水警報が発表され続けることもありますのでこの雨が止んだからといっても油断をせずに洪水警報や支点河川指定 河川洪水予報に十分注意をするようにしてくださいそれではここで一曲お届けしますラッキーキリマンジャロ雨が降るなら踊ればいいじゃない お送りしたのは「ラッキーキリマンジャロ雨が降るなら踊ればいいじゃない」でしたさて引き続き河川氾濫への備えについてお話ししていきます。 さの台風の接近や、も大雨の夜に予想がされている時っていうのは、もう特に注意が必要となります。で、暗くなって大雨の中の避難っていうのはもう本当に危険です。暗く見えない。暗くても見えないだけではなく、大雨でこう。音もね。聞こえにくくなりますし、崩れている道路に気づくのが遅れたりして、夜中の避難中に被災する。 ということがありますので、まあ、夜になる前に早めに避難をするようにしてください。まあ、特にあの災害に弱いま高齢の方やあの小さなお子様のいる家庭では、ま天気予報を見てま暗くなる前やあとお昼のね、うん、夕方やま早めの時間にぜひあの避難をするようにしてくださいね。で、火星反乱の予兆っていうのは、えー、自分の地域で 豪雨雨や長雨が続いていてるそしてもう一つは近くの川の上流で、えー、大雨豪雨や長雨が続いているというところが河川氾濫の予兆となりますでもし暗くなってから避難を検討する状況になってきたら避難中に被災することも考えて避難するかどうかっていうのを判断するようにしてくださいね。 自宅の周辺がもうすでに浸水しているとか外に避難するのが危険な時っていうのは地下とか1階で寝ることはもう絶対にしないようにして自宅など建物の中で可能な限り高いところに避難する垂直避難をあとようにしてくださいね。あとあのよく本当に事故が多いのは川や用水路の、ね、様子を見に行っちゃうっていう ことですねで雨が降り続いても不安になっても絶対この川や用水路の様子っていうのは見に行かないようにしてくださいで大雨の時に川や用水路の様子を見に行って被災することっていうのねよくありますので河川の様子っていうのは自治体などがインターネットでライブカメラやあと河川の水位をリアルタイムで公開しているところもあります様子を見に行かずこういった情報からある程度把握していくようにしてください でやはりも不安を感じた時っていうのは避難をするタイミングとなりますこの河川氾濫から身を守るためのポイントとしては一つ目が夜に大雨が予想されているときはもう夕方までに避難をするということですで二つ目が川や用水路の様子を見に行かないということです そしても避難行動っていうのは、もうやっぱり浸水前にね。是非これもしないといけないっていうところですね。で、堤防が決壊した時には浸水の浸水深及びまあ浸水区域がまあ一気にも増加しますので、えー、氾濫した水が集まる低い、土地、低地などの地域では、も特に速やかな避難行動が必要となります。一旦堤防が決壊すると、もう一気に水かさが増して避難が困難になりますので。 雨雨の状況にに注意をしなががら大雨が降るようであれば早めに避難をするよううにしましまょう避難所へ向かう途中に小さな河川がある場合やあと道路の高低差によってはもう避難が困難になる場合がありますのであらかじめこの避難経路を、ね、複数確認しておくということも大切になりますんでふ普段の時に避難経路を想定して複数いろいろ考えておくようにしてくださいね。 でそして、ねえ、やっぱり水害、この河川氾濫から、ね、避難するときのポイント、心得としましては1つが冠水している道はもう極力通らないようにしてください2つ目は外に避難するのが危険なときは建物の高い場所に避難をしてくださいで、今日の、ね、河川氾濫の話題というのは日本気象協会の特殊防災のサイトを参考にしています。 で河川から氾濫を想定したあの洪水ハザードマップで浸水想定区域に自宅が入っていなくても、ね、あの想定を超える大雨などによって浸水する場合がありますで雨が降り続く近くの川の上流で、えー、雨が降り続いているっていうところ、まあ、少しでもまあ自分自身がもう不安を感じたらもう早めにもう避難をするということをぜひするようにしてくださいね。 今日は河川氾濫の備えについてお話ししましたえさて、なるほど電池式のコーナーですえ今日も電池の豆知識や雑学についてご紹介をしていきますで今回のテーマは乾電池の備蓄です災害時に 電池を使用して活躍する防災グッズっていうのはもうたくさんありますよね例えば懐中電灯やランタン、ラジオで、乾電池式スマホ充電器などがありますよねしかしいざという時に備蓄電池がなかったり切れてしまっていては防災グッズを準備していても役には立ちません で日本気象協会では5人家族の場合50本約50本の乾電池をま備蓄しておくということをま推奨をしていますで乾電池は日常使いをしながら多めに買い足しておくことで常に備蓄をストックするローリングストックをしやすい防災グッズになりますで皆さんもいざという時のために乾電池は多めに買い足すことを心がけてください なるほど電子式のコーナーでした、うん、日本気象協会公式天気サイト天気 JP から今週のお天気お伝えします ねえ先ほどですね今日11時に関東甲信地方が梅雨入りしたと見られると気象庁から発表がありましたでこの先1週間のお天気ですが神奈川県の天気を見ていきますとまあ、雲の多い天気で 傘マークも雲週末にかけて入っていますね。雲が多くてますっきりしないお天気が続きます。で、土曜日、日曜日は雨の降るまあ、降ったり止んだりというところとなりそうです。まただ今のところですね。この先の天気、またね。状況変わる可能性もありますので、まスッキリしないお天気、雨の降りやすいお天気。この先1週間続くといったところですね。 でえー、最新の天気予報をねぜひ皆さん都度こまめにチェックしてもらいたいまあ、そんなシーズンになっています。であの雨が降りやすい時期にいよいよ入っていますのであとあの気温もですね、えー、今週横浜の気温は27七度前後の日が多くてまあ、ほぼ平年並みまあ、平年よりやや高いというところとなります。で気温にプラスあと湿気もね。 多くなりますので、あの湿度が高くなりますと、この熱中症にも注意が必要となります。気温の割には、やっぱり日差しが少ない日でも熱中症に注意が必要となります。ね、今マスクをしてますので、ぜひこのマスクで熱中症になるねリスクも高まるので、あの屋外で2メートル以上離れているときはマスクを外して呼吸を取るなどして、うまく付き合っていくようにしてください。 え最新の天気予報は日本気象協会公式天気予報専門メディア天気 JP で確認できますぜひ日々のお天気チェックには日本気象協会天気 JP アプリウェブサイトを活用してくださいね お送りしたのはジョージマイケル＆ポールマッカートニー・ヒールザペインでした。さあ今日はですね、えー、メッセージいただきましたご紹介します、えー、エマージンシーさんからいただきましたありがとうございます、えー、毎回とても参考になります、えー、毎回テーマに沿った災害時における備えのお話ですが実際に、ね、過去に 起きた災害の話とかもあるといいかなと思いましたということでメッセージありがとうございますそうですよねうんあの実際に過去に起きた災害の話っていうのもこれからま本当に本格的な雨のシーズンになりますのでちょっといろいろお伝えしていけたらいいかなと思います今井さんありがとうございます。 ねこのリクエストの方にそのプレゼントのご応募もいただいているようですのでこのプレゼントをお送りいただくときはプレゼントアットマーク fm ハイフンサルスドット jp ぜひこちらの方にお送りいただければと思いますはいありがとうございました。 さあ今日はですねえー、河川氾濫のねお話もお伝えしていきましたがぜひ皆さんいろいろメッセージねぜひくださいねえ msg at mark fmsalus.jp になりますのでメッセージお待ちしておりますでこの番組はですね富士通電池のおなじみ fdk の提供で本日もお送りいたしましたパーソナリティは木村千代子でお送りしましたまた来週お会いしましょう